さあということで、今日もねこの例の朝日奈がトレーニングしてる公園に来てるんですけど、今日もいますかね。あれやってますね。ぶら下がってるようですね。でもちょっと調子が悪い。あれこれ朝日奈じゃないですね。ほのかですね。あれどういうことなんでしょうか。どっから見てみましょうか。何やってるんですかね。なんかもう朝日奈に触発されて、ちょっと空き時間にしかし懸垂ができてないようですね。一生懸命挑戦しようとしていますが、早速ちょっと向かってみましょう。ホマさん、こんにちは。こんにちは。どうしたんですか、この朝比奈が普段トレーニングしている公園に来て。今日は朝比奈さんがくのいちですごく活躍しているのを見て、はい、やっぱり日々のトレーニングってすごい大事だなって思ったんですよ、はい、だから私も朝比奈さんと同じ場所でちょっとトレーニングやろうかなと思って、はい、いや、すごいね、上げ、いや素晴らしいですね。もうこの鉄棒はね、そのトレーニングの聖地になっているという、あれなんですけど、ただちょっとさっき遠くから見てたんですけど、はい、できてなかったですね。バレてました。バレてますよ。一応やってみてっていうのできなかったですか。そうですね、まだ懸垂一回もできてないので。本当、いや朝比奈じゃすごいですね。いや本当にすごいですよ朝比奈さんは。いやただね、ステージをクリアするにはやっぱあのぐらいできないと、はい、もうダメってことですね。そうですね、懸垂を10回、10回できるようになるまで、もうほのかくの目指せくのいちと、はい、朝比奈に続けと、はい、いうことでね、ほのかさんのこのねドキュメントをね、はい、我々これなんでかっていうと、実は理由がありまして、はい、富士山を登っていただいたじゃないですか、はい、意外に体力があるなという皆さんのコメントだったり、反響がありまして、スポーツ番組でもちょっと見てみたいということで、はい、我々はですね、そのほのかさんの挑戦をちょっと全力で応援していこうかなと、はい、まずは懸垂10回ぐらいはできてもらわないと。懸垂10回時間も決めます。そうですね、まずはそうですね、1ヶ月後、まあ10回とは言わないです、はい、3回、できなければ叱るべき処置をね。それはもうここから考え取らせていただくので。私だけですよね。当たり前ですよ、当たり前ですよ。それは甘くないんですよ、そのくのいちというのはね。僕はやったことないですけど、甘くないんですよ。朝比奈さん見たら分かるじゃないですか。はい、甘くないんですよ、野岡さん。そうですね、頑張ってもらわないと、そのくらい、はい、でね、やっぱこのくらい努力しないとハーモニープロモーションの若手にも野岡ちゃん出れないんだぞと、はい、その道筋になってもらわないとダメなんですよ。はい、野岡さんにはその重要な役割も、あとね、後ほどちょっと事務所に戻っていただいて、はい、もう一つほのかさんには来年挑戦してもらいたいものがありますので。怖いよ、何？それの発表も、はい、事務所で。事務所で。はい、ちょっと戻ってさせていただければと思いますので。これを、4回、5回目ぐらいの後の放送ですね。1ヶ月後の放送で、はい、まずは3回。ハーモニーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。田島です。田島です。第86回サミットチャンネル始まりました。ありがとうございました。このチャンネルでは、ハーモニープロモーションのタレントの告知情報と我々マネージャー、田島と北島の個人的意見、感想をお届けいたします。はい。田島さん。はい。ありました。いやありますよ。夏の思い出とか言っちゃいます。まだ早い、まだ夏。夏ですよ、まだ。今日も暑かったじゃないですか、だって。すごく。背だらだらでしたよ、外回り。告知いきましょう。ほのかです。9月2日日曜日、はい、フジテレビ、みんなの競馬、はい、に出演いたします。はい、この日は、
何のレースがあるんですか。新潟記念と、まあもう新潟最終週、夏の夏競馬新潟最終週で新潟記念、芝 2000m、アンデ戦ですよ。だと小倉で小倉2歳ステークス、まあ新潟記念ね、ダビーブラストワンピースからダビーね、ブラストワンピースが菊花賞に向けてどうするのか、ちょっとほんまどういう予想するのか楽しみにしていただければなと。まあ結構夏ね、結構いろいろたまにブログでとね的中しましたみたいなのもあったんで、乗っかって見る人は乗っかって見ていただければなと思います。そう、安めぐみです。9月5日、テレビ東京それダメ、日戦いたします。それダメ、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 まあまあで流れますね途中。流れます、それダメ。ぜひご覧ください。突然なんですけどね、突然って言うから、じゃだん、残り2話ですよ。いやもうだってね、朝日奈が毎週ね、頑張ってる姿を見てね、ね週末ね、それを見ながらね、動画を作りながらね、もう遅いよ、遅いよ、そんなの、その時間にやったら終わらないよ、いや終わらないよ、終わらない、終わらないなと思いながら残り2話、まあ本当にね、まあ朝日奈今週も奮闘しています。朝日奈以外の役どころの方ももちろん奮闘しています。まだね、もし仮にね、仮に8月、まあ、夏休みが忙しかったのかな、見ていないというね方いらっしゃるようであれば、まだ間に合います。最終回に向けてね、話の流れをちょっと残るときも最終回の匂いを見る気持ちも変わってくるので、必ず見てください、このね。じゃあ今週以上で、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあね、